私のの父父方の祖父は認知症でした。元銀行員の祖父はそろばんの有段者でもあり銀行でもかなり出世した人物です当時入校してきた新人は全員祖父のそろばんの講義を受けたんだとかそれくらい人に頼られるしゃっきりした人物だったわけですところが定年後連れ合いである祖母をくも膜下出血で突然亡くしてから祖父は 少しししずつおかしくなっていきました。ご飯をものすごくたくさん食べたかと思えば少したつと食べたことさえ忘れてしまう祖父が入ったお風呂にはトイレットペーパーが浮かんでいるお尻にトイレットペーパーをくっつけたまま湯船に入ってしまうんですね残り湯に便が浮かんでいることもありました当時の我が家の家族構成は68歳の祖父40歳の父 38歳の母14歳の姉そして10歳の私仕事が忙しい父に代わって一人で祖父を見ていたのは母でした当時はデイサービスやショートステイなど患者さんを一時的に預かってもらえるサービスもありませんでしたから母のストレスは相当なものだったろうと思いますそのせいかよく父と夫婦喧嘩していたことを覚えています次第に 家の中はぎくしゃくしてくるし祖父がいるために我が家は旅行もできなくなりましたから私の腹の中に少しずつ祖父を疎ましく思う気持ちが芽生えていったのも事実です気づけば家の中から笑い声は消えていました誰も構ってくれないそんな時祖父がぽつりとこぼした一言は忘れられません父は働き盛り子供たちは育ち盛り そんな家族と祖父の面倒を見ていた母は、輪をかけて忙しく、祖父をしょっちゅうかまうことはできませんでした。同じ家で暮らしていても、一人取り残されたようになっていた祖父は、おそらくとても寂しかったはずです。認知症を発症してから6年ほどして、祖父は亡くなりました。何が原因ということもなく、命のろうそくが消えていくような亡くなり方だったと思います。 祖父を亡くした私の心には、強い後悔の念が芽生えました。もっとじいちゃんにしてあげられることがあったんじゃないか、かまってあげることができたんじゃないか、その後悔がずっと胸にあり、私は認知症の専門医になりました。ボケたじいちゃんが私に白衣を着せてくれたのだと思っています。認知症患者の家族だった私が何より強く感じていること、それは。 介護者の心と生活に余裕がなければ患者さんを笑顔にすることはできないということです近頃は人権意識への配慮から介護の世界でも患者さんファーストが当たり前の流れになっていますが私はそうした風潮が嫌いですだって守る側の人間に余裕がなければ結局は守られる側の患者さんだって幸せになれんでしょうまずは介護者が 心身を守る余裕を持てるようにすること患者さんのことを考えるのはその次ですその順番を履き違えてはいかんと思うのです認知症の介護家族だって毎日笑っていいんです休んでいいし仕事に行っていいし遊びに行っていいんですというより患者さんのためにもそうしなければいけませんそこを上手にこなしてもらうためにこの本を書きました 認知症介護にしんどさはつきものです。それでも初めに知っていればしなくて済む苦労というのが認知症介護には実はたくさんあります。そうした知識を事前に得ておくということはボケてしまったあなたの大切な家族を介護疲れの果てに憎まずに済むということです。最後ののの時時に笑顔でで見送れれるということですいざといいいいううこす。ざ力の抜き方を知っていれば、 いつの日か家族がボケても、今日はポカポカとあったかくてボケ日和だねなんて親子でのんびり言い合える日が来るかもしれません。ちょっとした知識を持っていれば、それはきっと難しいことではないのです。本書では、認知症の進行段階を春、夏、秋、冬の4つの章に区切って、各段階で患者さんにどんな症状が現れるかを記しました。 各省には、私がこれまで医療現場で出会ったたくさんの患者さんとご家族に仮名でご登場いただいていますが、あなたはすぐに気づくはずです。これは、あなたと認知症になったあなたの大切なご家族の物語でもあるということに。今から、あなたたちご家族の物語を始めようと思います。心の準備はいいですか